はい、皆さんこんにちは。ゆかジェネレーション代表のミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日ももはやもう僕の中での、はい、今ホット企画、はい、はい、解剖学の夜明けシリーズ、ヨガ解剖学講師の内田勝則です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやまあこの4本目が公開、はいはい、え、何本目だ、5本目かな。ちょっと1、2、3、4、5本目だ。ですね、はいはい、5本目が公開される頃には多分1本目、うん、2本目が公開され、うん、多分 YouTube がざわついてる、うん、きっとヨガジェネレーション内でざわつきがある。でもこれがもう面白くて、まあヨガ解剖学の、まあ、未来に、まあ、一石、いや一岩を投じるつもりでいろんなことを内田先生にこう赤裸々に語っておいただいてますが、今日もですね、前回おそらく大好評だったと思われる、肩甲骨、はい、これ肩甲骨の意味というか、まあ実はこう背中で起こってる問題は実はここが、ね、元になってみたいな、すごい普段聞かない話も聞けたんですけど、もうちょっとなんかいろいろ深掘れるんじゃないかと思いまして、なんかもうちょっと肩甲骨でここも知ってるみたいなことってあります？はいはい、これですね、まず肩甲骨って、はい、まあ肩っていう形になってると思うんですけど、はい、みんなが多分悩んでる場所って、はい、ここからついてて、はい、ここにつながってる肩甲虚筋っていう筋肉があるんですけども、肩甲虚筋、今日は上げる、ここの部分ですか？そうです、はい、ここですね、はい、ここですね、はい、はいはいはい、そこが多くの方が短くなってて、はい、短くなるってことは肩甲骨をずり上げてしまうから、はいはい、こういう姿勢になるよっていう状態ですよ。だからここをストレッチするとかなり楽になるんだけど、はい、これ講座でも結構言ってるんだけど、うん、プロのインタラさん、まあ、プロで当たり前ですよ、はい、が言っても意外とできないのっていうのが僕の逆に不思議。ここを動かす、この距離を長くするにはこうしたらいいよって言うんだけど、はい、結構みんな横に倒したがるのよ。あ、確かにこうこうやっちゃう。だけど気持ちは分かるんだけど、はい、首っていろんな筋肉がいっぱいついてるから、はい、横に倒すと他の筋肉伸びちゃうんですよ。はあ、すると別にいいんですよ、首のストレッチの一環だから、はい、だけどやっぱりプロとしては、はい、なんだろうな、寿司屋がマグロとカツオ間違えないじゃないですか。うん、それと同じでヨガの先生が、じゃあ今から肩のストレッチしましょう、首のストレッチしましょうって言った時に、うんうん、この筋肉を狙いますよが分かっててストレッチする先生を選びたいって、確かに、どうでしょうね、画面のみんなの向こうが、やっぱりそれあるでしょ。ある、あるあるある。だから、なんとなくじゃなくて、うん、やっぱりこの辺のストレッチ、いわゆるほぐしというやつですよね、ヨガの一般の中で。で、使っていくんであれば、うん、肩甲虚筋は肩こりに対しても絶対ウエイトが大きい筋肉、トラブルが起きてるから、きちんと伸ばしてあげたいんだけれど、うん、意外と講座で写真付きで見せても、みんななんか、なんでソックスかけるかなっていう、別に悪くないんですよ。ソックスってのは何ですか？あ、こっちに傾けるっていう。やりがち、うん、そうすると、斜角筋の方が伸びちゃうんですよね、どっちかっていうと。斜角筋ってのは斜角筋ってもう首の真横。はぁ、で、もちろんそれを狙ってるんだよっていうならいいんですよ。はい、それ狙ってるなら全然 OK なんだけど、はい、虚筋狙おうねって言っといて、首を倒しちゃうのは、これはちょっとなーっていう感じで、はい、で別にそれ分かんないのはいいんだけど、はい、写真がついてても意外とできてないなっていう場所なので、なんか今日はちょっとその辺を今言ってみたんだけど、はい、ここから首の上の 1、2、3、4つ目までこうひっついてる筋肉を伸ばしたいよっていう状態なんですけども、みんな割と横に倒す、悪くないんですよって言われちゃうんだけど、斜角伸びちゃうんですよねって割とって形なので、じゃあどうぞ、これ斜め前とか斜め45度に反対側に向くっていうのがポイントなんですけど、斜め45度が向けないんですよ、意外とみんな。なるほど、あ、当てれないんですね、ここにこう、こっち向かせるのって、そうそうそう、なるほど、確かにこっち向いて首落とした方がいいよっていうのと、 あ、本当だ、それと腕上げた方が実は伸び率が上がるんですよっていう、これこっちを倒すときにはこっちを、こっち上げるんです実は。へえ、これも構造分かってれば全然どうってことない形なんですけども、なぜっていうと、これ言ってから、ここについてるんで、はい、この筋肉自体が縮こまるとこっち行くんですよ、はいはいはい、そうすると緩む方で走るから、はいはい、伸ばしたかったらこう入るからこっちに、ね、こっちに振ってあげると、はいはい、これが余計こう、余計にそうそうそう、はい、伸び率が上がってくるよっていう形になってくるんで、内側に入るのこっち上げた方がいいんで、腕上げると伸び率が良くなって、でこの筋肉の別名がいわゆる寝違い筋、
寝違えた時にほらなんか首やっちゃったってやっちゃった寝違えた、うんうんうん、だいたい絶対じゃないよ絶対じゃないけど割と虚筋が多いんですよ。そこにちょっとこう寝てる間に冷えちゃったとか、あの寝返り打たずに首を同じ向きにしてるからギュッてこう筋肉が縮こまっちゃって朝起きたらあれなんか痛いっていう、はあはあ、まあほぼナンバーワンのって言っていいのかな、ちょっとまあこの辺は先生によって考え方があるけども、はいはいはい、大体こう寝違えた時の狙いのは虚筋。面白い。で区別するのが腕上げた時になんか変わるとかっていう形で最後ですよ、うんうん、じゃないとこんだけだと他の筋肉も上げするんでっていう場所が、まあ、虚筋なんだけど、このたったこんだけなんだけどやりにくい、はい、みんなこうするんですよね写真があっての。確かに。で、いや最初こうしてた。 なんでそっちするのって言うんだけど、結構みんなこっちに向けないっていう誘導が、いや見てる人、いや当たり前じゃんっていう人いるかもしれないけど、はい、意外とこれはもう最近の自分の中のあるあるで、側屈と回線が区別が、側屈ってのはこっち、はい、回線がこっちで、はい、これがごちゃごちゃになってるんですよね、みんな。それはもうヨガの指導者、正式に現場で教えてる子が来たとしてもそうなってるという現状がある。まあこれは課題の部分ですね、うん、なるほど、教えた方が。これちなみにね、皆さん、本当のことを言いますね、打ち合わせゼロでやってるんですよ。やってないですよね。もうね、いきなり、じゃあもう僕適当にお題出すんでそれに答えてくださいっていう、そういうスタンスでやってて、はいはいはい、僕は何に驚いてるかっていうと、ほう何をどう振っても、あ、じゃあこれねっていう、このしかもそこまでこう言っていいんですかっていうね、ちょっとざわつきがあったので、さっき動画と動画の合間に言ったら即答で、いやそんなネタは5万とありますから、大丈夫です、こんなのは公開してもっていうところで。じゃあ講座の中でやってるのはその話もあるけれども一部であって、はあ、皆さんこれ何のためにやってるかっていうと、別に内田先生の講座に来いという、まあ嬉しいですよ、来ていただけるのは嬉しいですけど、というよりは業界全体、業界全体の中でやっぱりヨガ解剖学っていうもの、まあもっと言ったら体の知識、プロのヨガの指導者として、生徒さんの体を責任を持って見れる、スキル、実力をつけていくっていうのが業界にとってのやっぱり課題なのかなっていうふうな思いがありまして、それをまあ内田先生にぶつけた結果、まあこういう動画を撮らせていただいてるっていうのは今に至りますので、まあ毎月、まあ毎週1本ぐらいこう内田先生の動画を今から公開していくというプロジェクトで進んでますので、ぜひご期待いただきたいのと、もしよかったらコメントの中で、うんうん、こんなことも知りたいとか、はい、こんなリクエストがありますとかってやってくれたら、もしかしたら取り上げさせていただけるかもしれませんので、ただ次回以降はひとまずあの伝説の 7V じゃないですけど、はい、人気の 7V、はい、今のところ骨盤と肩甲骨を2本ずつ取りました、あと 5V ありますので、はい、そちらをご期待いただければなと、そして、興味を持った方でもっと深掘って勉強したいという方はこちらにその 7V の講座が、もう走っておりますので、これすごく人気の講座です。まあ僕からするとヨガの先生ここぐらいは勉強しておいてくれという、そんなに高い講座でございますので、よかったら覗きに来てください。はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。はい、ではでは。